発達課題とは、人間が健全で幸福な発達を遂げるために、各発達段階で達成しておかなければならない課題であり、次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題があるとされる。また、各段階には、健全と相反する危機が存在し、健全な傾向を伸ばし、危機的な傾向を小さくしなければならない。 教育心理学者のロバート・ J ・ハビガーストが最初に提唱し、その後エリク・エイチ・エリクソンなど様々な心理学者がそれぞれの発達課題を提言しており、その内容は一様ではない。一般に発達課題は次のような意義と特徴を持っているとされる。エリク・エイチ・エリクソンが提唱した発達課題の各段階とその心理的側面は以下の通りである。先が成功。 武器が不成功した場合である。エリクソンの場合、必ずしも成功のみが賞賛されているわけではなく、不成功もそれなりに経験する、必要性もあるとされている。両者の統合したものが正常な成長に寄与する。また、前段階の発達課題は次段階の発達段階の基礎となるので、エリクソンの発達課題からなる、ライフサイクルはピラミッド型でよく表される。乳児 幼児の区切りは3歳児、神話、3年保育の一般化により、3歳が区切りで、あるし小学校入学は6歳でもある。欧米だと、年少、年中が、プリスクールで、年長のみが幼稚園としているため5歳となっている。児童期の幅は大きくて学年は幼児っぽさが残っており、小学3から5年生は、ギャングエイジという仲間意識を身につける年齢であり、スポーツでは、 ゴールデンエイジといって最も伸びる時期でもある。また最近の子は成長が早く6年生は思春期に入っており学級担任制が難しくなっている。6から3世の本家アメリカでは5の3の4世が主流になっており日本でも5の4世を導入した方が良いという意見もある。青年期は英語圏ではティーンエイジャーであるが 日本では一年前倒しの中高生という言い方が一般的である。青年期においては結婚、出産年齢が大きく左右し、最近は晩婚未婚、リンクスが増えていており、一律ではなくなった。また、平均寿命が伸びたことにより、前期高齢者は元気になっており、まだまだ社会で活躍したいという人も増えている。また、就活ブームといって、死後に対して、 自分で責任を持つという考え方が出てきた。ありがとうございます。